いていく。
苦労していると思うんですけれども、東京オリンピックでフリーを滑れたという経験がこの先、伝わってくるんじゃないかなと思います。そうですね、ショートで23枚に入らないと、このフリーには滑れないわけですから、ここに進んで、しっかりと最後まで滑り切ることができたというのは、今後に向けても非常に大きな経験になるはずです。22歳のメキシコ、オノバン・カリーヨ。スピンは3つ全て最高難度のレベル4を取っています。ドロバン・カリーヨ、フリーは 138.44、 ショートに続いてフリーでのパーソナルベストを出しました。218.13 でここまでの4位です。ここでニュースをお伝えします。関東甲信の山沿いなどで雪が降っていて、この後東京23区などでも大雪となる予想です。先ほどの雪に警戒し、外出では余裕になったスケジュールを確認します。JR 東京駅北口方向です。1時間近いトラブル走行、雪が少し降り方がおとなしくなっているようですが、雨が止まなく続いています。